一緒に旅行行ってあげる。費用はそっち持ちでね。私って優しいでしょ。南って、あの南？いきなりどうしたの？てかなんで LINE してんの？細かいことはいいじゃん。いろいろ方法はあるでしょ。てか結婚してんの？それより旅行は？ちょっといろいろ待ってよ。結婚はしてるよ。娘もいるけど、旅行とか費用とかどういう意味？またまた、銀行で見たよ。個室からでっかいカバン持って出てきてたし。支店長みたいなのにめっちゃ頭下げられてたじゃん。宝くじ当たったんでしょ？何のことかわからないよ。しらばっくれても無駄。私の顔も絶対当たるんだから。ああ、銀行にいたんだね。っていうか、私の実家に突撃したの、みなみね。お金目当てだったのね。そうそう。卒業文集で住所調べてさ。あ、こっちは今3歳の息子がいるんだけどね。そんな話はいいから、お金返しなさいよ。たった50万じゃない。昔からせっこいんだから。最低よ。私が事故なんて嘘ついてお金持ってくなんて、おばあちゃんが必死に貯めたお金なんだよ。宝くじ当たったんだからよくない？そうじゃなきゃ言ってないよ。そういう話じゃないでしょ？何当たり前みたいに言ってんの？警察に言うよ。何の証拠があるの？マリコんちのばあちゃんボケてんじゃん。あっちから渡してきたんだよ。これ渡しといてって。隣に住んでる親友とかは嘘つくからでしょ？犯人見つからないし困ってたのよ。詐欺だと思ったらあなただったなんて。宝くじから返しといてよ。どうせ旅行行くんだからよくない？費用はそっち持ちって言ったでしょ？あ、わけわかんない。今すぐ返してくれたら許すから。お金あるんだからいいじゃん。そういうとこだよ、マリコの悪いとこ。いい加減にしてよ。今すぐ取りに行くから返して。じゃあ来週ハワイ行こう。どうせ費用はそっち持ちなんだから返しても一緒でしょ。意味わかんないよ。旅行なんか行かないに決まってるでしょ。じゃあそのお金どうするの？何に使うの？みなみには関係ないでしょ。関係あるでしょ。親友じゃない。誰が？そもそも高校時代だって一緒に遊んだことなんかなかったよね。これから仲良くなればいいでしょ。そしたらお金のことも問題なし。仲良くするつもりないよ、詐欺師みたいな人間とは。もう怒らないでよ、ちょっと借りただけじゃん。早く返してよ、すぐに取りに行くから。じゃあいつお茶する？は？お茶なんかしないよ、忙しいの。お金もらったらすぐ帰るから。ちょっとくらいいいじゃん。あー、まだ子供にも手がかかるし、時間ない。みなみもお子さんまだ小さいんでしょ？大丈夫、大丈夫。うちは旦那に見させておくし。いい旦那さんだね。大事にしなよ。ね、お金いつ返すの？男は返しようでしょ。私を嫁にもらえたんだから精一杯尽くしてもらわなきゃね。昔からそんな感じだったね。ね、お金いつ返すの？あの頃は顔が良ければ OK だったけど、今はお金が一番よね。ああ、当時は彼氏取っちゃってごめんね。覚えてたんだ。あんまり普通に LINE 来たから忘れてんのかと思った。で、お金いつ返すの？あんな男をすぐ別れちゃったけど、マリコは見る目ないよね。あの時は辛かったけど、そのおかげで主人に会えたし、よかったよ。で、お金いつ返すの？何？自分慰めてんの？返せるもんなら返したかったけどね。貢ぐ金もない男だったしさ。はぁ、古虫かよ。そんな言い方やめなよ。冗談じゃん。すぐ本気にするんだから機嫌直してよ。明日お茶おごるから全部チャラにしよう。何カレーにチャラ狙ってんのよ。お茶なんかしないってば。こっちは忙しいって言ってんの。貧乏暇なしだね。せっかくこの私が誘ってあげてんのに。誘ってくれなくて結構だよ。別に今更仲良くする気もないし。まあまあ全部綺麗に水に流してさ、とりあえず会おうよ。忙しいし子供もいるの。何回断ればわかるのよ。お金返してほしいだけよ。子供なんて旦那に預けちゃいなよ。主人だって働いてるのよ。無理に決まってるでしょ。じゃあうちの旦那に預けなよ。1時間3000円で見てあげるよ。え、旦那さんお仕事は？うち呉服屋の社長だからさ、会社行かなくていいのよね。そうなんだ、すごいね。その割には1時間3000円とか人んちのお金持ってくか全然意味わかんないけどね。そこは親しき中にもお金ありでしょ。そっちはどうせヒラリーマンでしょ。昔からマリコ芋っぽかったしね。みなみにはお金じゃなくて礼儀をわきまえてほしいけどね。そうだね、うちは普通に出社してるよ。やっぱりヒラリーマンか。この年で贅沢できないなんて結婚の意味ないじゃん。ああ、宝くじも生活費にするのか。そりゃ旅行行けないね。意味はあるでしょ。結婚してよかったと思ってるよ。贅沢はしてないけど毎日楽しいし。その程度で楽しいとか。うち呉服屋じゃん。
毎日派手なパーティー接待でどんちゃん騒ぎだよ。呉服屋ってそんな接待あるんだ。ま、普通のリーマン家庭には絶対わからないよね。そうだね、毎日パーティーなんて疲れそうだね。上流階級には外せない接待でしょ。ま、マリコにはわかんないか。うん、わからないね。贅沢しなくても幸せだから。話それだけならもういいかな。で、どこにお金取りに行ったらいいの？待ちなさいよ。滝の呉服って知ってる？知ってるよ。老舗だよね。うちのそこの社長なの。儲かって仕方ないよ。結婚ってこうじゃないとね。そうなの？すごいね。男はよーく選ばないと、マリコみたいに不幸になっちゃう。だから不幸じゃないんだけど。生活費貸そうか？そんなのいらないけど、実家のお金返してよ。だから旅行行こうって、費用は全額そっち持ち。ああ、そんなに毎日贅沢できるんなら旅行代くらい出せるでしょ？だから、お金の使い方も知らない貧乏人に有意義な使い方を教えてあげるってこと。遊び方もわかんないでしょ？旅行には行かないよ。娘や老後のために貯金するから。お、来週ちょうど連休じゃん。ハワイにしようよ。だから行かないって。しかもうち連休なんて休みないよ。呉服屋さん忙しいんじゃないの？社長だから大丈夫。マリコんちだって休みなよ。ヒラリーマンが休んだって平気だよ。誰も困らないよ。うちは無理なの。勝手に行ってきなよ。あ、三つ星ホテルが空いてる。ここに咲くね。三人家族だよね。だから行かないって。予約したって行かないからね。もう予約しちゃった。羽田空港に9時集合ね。ちょっと行かないよ。お金持ちの遊びを教えてあげるからね。まだ、もうすぐ飛行機出ちゃうよ。行かないって言ったよね。何言ってんの？予約してんだから早くしなさいよ。行かないってば、連休は忙しいのよ。どうしてくれんのよ。チケットも取っちゃったじゃん。ホテルの予約も。行ってくればいいじゃない。うちは行かないって言ったから。困るわよ。キャンセル料とかかかるんだから。贅沢できるんでしょ？そのくらい安いってもんでしょ？請求するからね。キャンセル料とうちの旅行代、全部で500万円払いなさいよ。は？払わないけど、何500万って、どっから出てきた金額なの？勝手にキャンセルした慰謝料よ。払ってもらうからね。知らないってば。っていうかこっちは忙しいんだけど。住所と名字も教えなさいよ。請求するから。払う義理もないし払わないけど。500万の内訳が見たいわ。もちろん50万円は引いてあるんでしょ？見せてあげるわよ。住所言いなさい。じゃあ、滝井呉服店に来てよ。え？滝井呉服店よ。知ってるはずでしょ？知ってるけど、なんで？この裏に住んでるの。ここ主人の職場だから。そこって、ああ、名字も言ってたわよね。滝井真理子よ。主人は滝井信彦。まさか。やっとわかった？主人がここの社長よ。そんなことって、お願い、社長には言わないで。もう遅いわよ。主人に社員名簿見せてもらったの。少人数経営だからすぐ見つけたわ、あんたの旦那さん。お願い、言わないで。何を？身内に不幸があったって。嘘ついて連休に休んだこと？うちの実家からお金取ったこと？それともここの社長だって嘘ついたこと？社長は知ってるの？当たり前でしょ。あんたがうちの名前出した時から調べたから分かってたわよ。なんで？あんなにすんなり呉服店の名前出てくるなんて変だもんね。そんな。来週から来なくていいってご主人に伝えといてね。あとうちのお金は最後の給料から天引きするからね。それだけお願い。何でもするから。無理ね。それとね、言いたいことがあるんだけど、毎日パーティー接待なんてしないよ。知恵絞って出したお金持ちの知識がそれってだいぶ笑わせてもらったわ。ねえ、お願い、友達でしょ。元彼のこと怒ってるなら謝るから。男も紹介する。だから許して。そんな昔のことどうでもいいわ。怒ってるのはそこじゃないわ。ああ、あと宝くじのことだけど、3億当たってたのよね。日頃の行いがいいからかしら。そんな大金だったなんて。普通は金額とか隠すんだけどね。なんかあんたには言いたくなっちゃった。じゃ、貧乏生活頑張って。お願い、クビになったら生きていけない。生活費とかのお金払ってよね。あんたのせいでこんなことになったんだから。無理に決まってるじゃない。それなら寄付した方がマシよ。あんたとはもう何の関係もないの。もちろん警察にも被害届出してあるから。
二度と私の前に現れないでね。ねえマリコ、警察はやめよう、お願いよ。さようなら、見えっ張りのみなみちゃん。マリコ。みなみの夫はクビになり、母が倒れたと嘘をつかれ、強引に休みを取らされた彼は大激怒。羽田からまさか海外に遊びに行くなんてことは全く知らずに、パスポートも持っていなかったようで、どっちにしろハワイなんて行けなかったようです。家事もほとんどせず、お金遣いの荒かったみなみとは、今回のことがきっかけで親権を取り上げ離婚したそう。彼は子供を抱えて主人に謝罪し、二度と同じ過ちを犯さないことを約束し、給料からお金を返してもらい、職場復帰しました。後日、偶然みなみを街で見かけましたが、37歳とは思えない派手な服装で、タイムセールで勇敢に戦っていました。ハイヒールが原因で負けていましたけどね。私はというと、経営も家庭も順調で幸せいっぱいです。毎日パーティーはしてませんが、楽しい日々です。昔から嫌いな女が破滅するのは胸がスッとしますね。